みんなでうさぎのバレリーナを作りましょう。用意したパーツの貼り合わせ方や顔の描き方で一つ一つ違ううさぎのバレリーナができます。パーツを入れる箱は何でも構いませんが、紙を折って作ってみましょう。 A4 の用紙を5枚重ね、広告で作るゴミ箱の折り方で途中まで折り目を入れます。ここまで折り目を入れたらバラバラにします。1枚ずつ端を折り返し、糊かセロテープで留めます。これで箱の形ができるので、コンパクトにしまうため折りたたんでおきましょう。箱の横の部分にパーツの絵と名前を書いておきます。型紙をダウンロードして厚口の色上質紙にプリントアウトします。何枚か重ねたらずれないようホッチキスで留めて大まかに切ります。切り離したものはパーツごとに箱の中に入れます。手足と耳は線に沿って切り取っておくと時間短縮になります。組み立て作業だけにする場合は顔や体も線に沿って切っておきます。次はバレリーナのスカートチュチュを作ります。お花紙を2枚重ねて屏風折りにします。五色鶴の花子ちゃんや一発屏風折り型紙を使うと簡単に早くできます。折り山の数は決まっていませんので、手で折っても構いません。二つ折りにして真ん中と端を斜めに切ったら、開いてホッチキスで留めておきます。これで準備ができました。作るときは箱を広げて並べます。その中から頭と体を1枚ずつ、耳、手足をそれぞれ2枚ずつ取ります。耳と手足は自分の使いたい形のものを選んで取ります。顔と体はハサミを固定して紙の方を回しながら切ります。これを並べてポーズを決めます。ポーズが決まったら貼ります。糊をつけるときは紙の重なり方を考えましょう。困っていたら糊をつける部分に鉛筆などで印をつけてあげましょう。目は顔の真ん中あたりに離して描くと可愛らしく見えます。どんなポーズや表情がいいか自分でやってみながら工夫してみましょう。ポーズの参考になるものが欲しい場合はこちらの画像をダウンロードしてください。2枚重ねにしていたお花紙を広げてチュチュを作ります。うさぎの腰のあたりに糊かボンドをつけたら、お花紙の端の部分を広げて貼り付けます。これでふわふわのチュチュを身につけたうさぎのバレリーナができました。他のうさぎにもチュチュをつけるとうさぎのバレエ団の出来上がりです。お花紙で作ったコスモスと一緒に飾ると一層ふわふわで可愛い壁面飾りができます。秋のお月見シーズンやダンスの発表会の飾りにしてはいかがでしょうか。